はい、始めていきたいと思います。今回は、カンパリオレンジですね。はい。はいはい。カンパリを使った簡単なカクテルを作っていきましょう。カンパリを 45ml。危ない危ない危ない。そしてオレンジジュースを適量と。おお、これカシスオレンジみたいな色しとるな。はい。では、いただきます。乾杯。うん。苦い。苦い。苦味。この、カンパリの良さですよ。うん。カンパリっていう、そもそも意味として、イタリア語で苦いを意味する。とか、そんな感じのことを聞いたんですけど。うん。苦い。うん。うん。苦味の中に、オレンジの甘みも加わる。うん。感じですかね。うん、美味しい。カンパリの2チャンネルのスレがありますけど。うん。うん。甘くて苦い。うん。うん。なかなかこの特徴的ですよね。乾杯もね。香りもね。うん。カンパリだと、カンパリソーダ。まあ、ソーダ割りですね。とか、スプモーニ。カンパリとグレープフルーツジュースとトニックウォーターですね。そして、ネグローニ。カンパリとドライジンとスイートベルモットを各 20ml と。そして、アメリカーノ。カンパリとスイートベルモットとソーダといった感じのカクテルがあるっぽいですね。うん。うん。うん。この苦いは苦いんだけどさ、カンパリってさ、
結局さ、ビールと違って、甘くないんじゃない？甘いんですよ。うん。結局。うん。苦いプラス甘いプラス、さらに、こう、なんか、薬草系列の香りがすると。うん。うん。意外けど甘い。カンパリソーダは苦いというのに、カンパリのロックは甘いのねと。薄めることによって、あれなんですかね、やっぱ。甘さが飛んじゃうのかな。カンパリの苦味はね、オレンジの皮とかみかんの皮をかじった時の苦さに似てるような気がする。確かに。みかんの、皮のさ、皮剥いた後のさ、白いのが残るでしょ。黄色っぽいやつ。あれを食べた時の苦味に似てる。苦い。やっぱオレンジジュースで、割っても、かなり苦味が感じますね。カンパリトニック。酒言葉まである。赤リンゴ。赤リンゴっていうカクテルがあるのかな？リンゴジュース割りですね。カンパリの。カンパリはビターオレンジを主体に約60種類のハーブがブレンドされていて、あとは、硫炭の根なんかが入ってて、それが苦味を引き出してるらしい。竜の肝と書いて、林道。苦いですね。もう何を言っても苦い。ほとんど苦味が強烈すぎて。
とにかく苦い。このオレンジの甘さがさらに苦味を助長してる気がする。うん。ね。そんな感じのカクテルですね、これは。うん。今日はここら辺で、ね、あれしようかな。もうだいぶ飲んだからな。だいぶ飲んだわ。やはりカンパリを、ね、ビールの代用とか、ビールが苦いだから、苦いからさ、たまにこう苦いのが飲みたくなる。ビールとかを飲みたくなる時があって、うん、やっぱりそれは、カンパリは苦いんだけど結局甘いからね。うん、もう苦いっていうだけの、やっぱビールはかなり、ね、冬でも飲みたくなりますよね。やっぱり。こういう甘い、お酒ばっかり飲んでると、飲みたくなるもんです。ビールは。ね。うん。はっきり言って言うことがないよね。うん。なんかこう、ね、ネタになるようなものはないのかと。いう感じはするんですが。うん。ネタというかね、昨日も、実は酒飲みまくってですね、吐いたんですけども、吐いて、なんか吐くとね、なんかあれだよね、ものすごく、赤黒いものが出るね。赤と黒を混ぜたような何かが。あれ何なんだろうな。あれ、胃液のあれなのかな。胃液の色なのか。わかんない、ね。それとも血か、変な話、血か。血なのか。というのはわかんないですけど。どうなんでしょう。うん、わからん。ああ、もう飲めない。飲みすぎた。酒っていうか、やっぱり、ね、ビールとかさ、まあ、こういったカクテル。まあ、いわゆるロングドリンクですね。ロングカクテルというのか。はね、やっぱりね、酔うのは酔うんだけど、最終的に腹がいっぱいになって飲めなくなるというパターンです。うん。まあ、それはそれで、まあ、酒の、ね、飲まなくて済む。ね、どうしてもロックとかで飲むと、ね、酒を飲みすぎちゃって、最終的に吐くというパターンは考えられます。まあ、だからビールとかはまだ、体にはいい部類なのかもしれない。わかりませんけどね。コク。うん。甘み。
甘いですね。確かに。香りは5つ星。まあ、おすすめ度はそうだな。個人的には微妙ですね。もうはっきり言って。なんだろうな。4453です。ね。正直、なんか、何なんでしょうか。わかりません。なんか、物足りないというよりも、カンパリの味と、うまい具合にマッチしてこないね。オレンジがね。なんかほとんどオレンジとカンパリの味が非常に似てるのか、何なのか知らないですけど。あんまりなんかこう、同じの同士を、似たもの同士を掛け合わせただけなので、なんか別に特徴がない感じがしますね。俺の中でね。似たもの同士っていうか、味が結構似てる。はい、ということでお疲れ様でした。